二酸カル,ルテニウム、は、しきるるる。鬼でで表され無機化合物あ酸ルテニウムルテニウムをキシドとも、黒い個体であり、ルテニウムの最も一般的な酸化物である。塩素、酸化塩素を製造するための電極触媒として広く、使用されており、大に触媒は酸化カルテニウムである。多くの二酸化物と同様に、ルチル構造を取る。通常、 三塩カルテニウムの酸化により作られる。硫オニのほぼ科学量論的な単結晶は輸送材としてオニを用いる化学蒸気輸送法により売ることができる。硫オニの膜は気発性のルテニウム化合物から化学基礎成長により作ることができる。硫オニは三塩カルテニウムの溶液からの電気メッキによっても作ることができる。純粋な二酸カルテニウム水和物の静電的に安定した ヒドロゾルは水溶液中の4酸カルテニウムの事故、触媒還元を使うことにより作られた。結果として生じる粒子の集合は直径が40ナメートルから160ナメートルの範囲で実質的に単分散で均一な球体で構成するように制御されうる。塩化水素の酸化により塩素を製造する住友ーコンポーの触媒の主成分として使われている。 多くの状況で触媒として使うことができ、注目すべき反応として、フィッシャー・とロプシュ法、ハーバー、ボッシュ法、燃料電池の様々な現象がある。塩素の電解製造用の地ン用極のコーティング、および抵抗器や抽積回路の作成に広く使われている。サンカルテニウム抵抗器は 0.02t4k の温度範囲で感度の高い温度計として使うことができる。 電解動能力が非常に高いため、スーパーキャパシタの活性物質として使用できる。サンカルテニウムは水溶液で用いた場合に電化を保持するという優れた能力がある。サンカルテニウムの平均容量は H2SO4 溶液中で 650FG になり、摂氏200度未満の温度でアニールされる。容量特性を最適化する試みにおいて、以前はサンカルテニウムの水和や、 その結晶角や粒子サイズに注目していた。ありがとうございます。